東京時間でトレードするならがおすすめです。初心者の方はこの癖をうまく掴んでトレードをすることが勝率アップにつながります。どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回のテーマは FX 初心者でも勝ちやすい時間とその理由です。日々の生活に追われてトレード時間も限られているし、チャートチェックもままならない、そんなあなたに朗報です。今回の動画ではトレード時間が限られているトレーダーの方に向けて、時間帯別に勝ちにつながるトレード手法をお伝えします。その手法とはズバリ、時間帯ごとの値動きの癖を知ってその時間帯を狙ってトレードすることです。時間帯ごとの値動きの癖が分かればその通りにトレードするだけで勝率アップにつながります。この動画ではまず FX には時間帯ごとに主役となる市場が存在することをお伝えします。そして自分がトレードするとき、主役となっている市場で勝つにはどうすればよいかということをお話しします。それでは世界の主な FX 市場と時間帯を見ていきましょう。 FX は24時間取引することができます。株であれば、例えば日本株の場合、9時から15時の間でしか取引することができません。しかし FX の場合、世界中のどこかで24時間為替のマーケットが開いているので取引をすることができます。世界の主な市場と取引時間をチャート上に示してみました。ドル円の15分足チャートです。24時間の値動きを表示させています。縦のラインがそれぞれの市場の区切りとなる時間を示しています。オセアニア時間から始まり、東京時間、ロンドン時間、ニューヨーク時間へ移行していきます。順番に見ていきましょう。まずオセアニア時間です。 FX の1日の始まりはオセアニア、つまりオーストラリアとニュージーランドから始まります。シドニーの金融機関が主なプレイヤーですね。オセアニアのトレーダーが取引する時間帯は7時から16時となります。次に東京時間の始まりです。東京時間は日本のトレーダーだけではなく、アジア各国のトレーダーも参戦してきます。円やオーストラリアドル、ニュージーランドドルの取引が活発です。時間帯としては日本の金融機関がオープンする9時から18時が東京時間と言われています。東京時間の次はロンドン時間が始まります。欧州のトレーダーが次々と参戦してきて、ユーロやポンドなどの欧州通貨の取引が活発になります。実はロンドン時間が世界一の為替取引量があるんですよ。時間帯は17時から翌日の午前3時となります。そして最も値動きの激しいニューヨーク時間が始まります。世界の基軸通貨である米ドルを中心に様々な通貨が取引されます。時間帯は22時から翌日の午前7時となります。このような時間の流れで FX の取引は行われています。24時間世界のどこかで FX 取引が行われているからこそ、いつでも FX をトレードすることができるというわけですね。そしてここまで紹介してきたオセアニア時間、東京時間、ロンドン時間、ニューヨーク時間には実は値動きの癖があるんです。初心者の方はこの癖をうまく掴んでトレードすることが勝率アップにつながります。それでは順番にご説明します。まず7時から16時までのオセアニア時間です。16時までといっても9時から東京時間が始まりますので、オセアニア時間というのは実質7時から9時までの2時間と考えてください。東京時間の方が圧倒的に取引のボリュームが多いので、9時以降は東京時間の値動きの考えでトレードすることになります。オセアニア時間でトレードしたいなら何よりも早起きが必要です。朝一で PC の電源を入れ、深夜のチャートの動き、昨日の要人発言はどうだったかなどをチェックします。仕事や家事で疲れている体に鞭打って頑張りましょう。オセアニア時間で取るべきトレード手法は、前日のニューヨーク時間のトレンドに逆らわない、つまり順張りでトレードをしましょう。オセアニアのトレーダーたちは素直にトレンドに乗る順張りを好む傾向があります。こちらは豪ドル円の1分足チャートです。オレンジのラインの間がオセアニア時間です。7時から8時手前までを少し揉んだ後、上昇トレンドに移行しています。これは前日のニューヨーク時間の上昇トレンドの流れを引き継いでいるものです。世界で一番値動きのあるニューヨーク時間からオセアニア時間に移ると急激に取引量が減ります。このような状況で仕掛け的なヘッジファンドの逆張りのようなものは入ってきません。前日のニューヨーク時間が上昇トレンドなら押し目買い、下落トレンドなら戻り売りをしていきましょう。そしていよいよ東京時間です。東京時間は朝9時から18時となります。この時間帯でトレードする視聴者の方も多いのではないでしょうか。東京時間でトレードするならドル円がおすすめです。なぜなら分かりやすいレンジ相場になる傾向が強いからです。なぜレンジ相場になるのかご説明をします。東京時間のメインプレイヤーは日本の貿易企業です。トヨタ自動車やユニクロが有名ですね。輸出をしている会社はドル円が上昇すれば売りオーダーを入れてきます。
逆に輸入をしている会社はドル円が下落すれば買いオーダーを入れます。貿易企業の売りと買いが拮抗してドル円相場がレンジになりやすいわけです。おすすめのトレード手法としてはドル円のチャートに水平線を引き、そのラインまで引きつけて逆張りを狙うトレードです。東京時間のドル円1分足チャートです。9時半から急激な売りに押されましたが147円90あたりで止まり、その後もサポートとして効いています。その後148円付近まで上昇し切り返しています。このラインはその後レジサポ転換のラインとして効いています。148円10のラインはおおよそこの日の高値ラインでした。このように東京時間のドル円相場は水平線を引いてサポート、レジスタンスを見極めることが大切です。キリのいい水準やテクニカル的なポイントが水平線を引く上で狙い目ですね。逆張りですから時間軸は短めにコツコツとスキャルピングをしていきましょう。次はロンドン時間の始まりです。時間帯は17時から翌日の午前3時です。欧州のトレーダーは東京時間のお昼過ぎから参戦してきますので、このあたりからトレンドが発生しやすい傾向があります。東京時間からロンドン時間に移行する際の傾向として、ロンドン時間は東京時間の逆を行くということがあります。結構な頻度でこの現象が発生します。通貨ペアにもよりますが1日で一番値幅が出たりすることもあります。こちらはポンド円1分足チャートです。ロンドン時間の始まりである17時から急激な売りが入っています。東京時間の緩やかな上昇トレンドに対して逆行しています。これは頻繁に見られる現象なので注意しましょう。落ち着いた後は再び上昇トレンドとなっています。初心者の方にやってほしいトレード手法はロンドン時間で発生したトレンドに乗るトレンドフォローです。17時前後、サマータイムの際は16時前後にトレンドの初動が発生します。ここで発生したトレンドに乗ってある程度引っ張ってみることがおすすめです。最後にいよいよニューヨーク時間です。時間帯は22時から翌日の午前7時となります。仕事から帰宅し一息ついてからこの時間帯でトレードをしている方もいるのではないでしょうか。ニューヨーク時間のユーロドル1分足チャートを見てみましょう。アメリカ時間スタートとともに激しく乱高下していますね。ユーロドルは世界で最もメジャーな通貨ペアで多くのトレーダーがいます。それだけ値動きもあるのでトレードチャンスが多いです。ニューヨーク時間は最も値動きの出る時間帯です。その値動きに逆らわず順張りトレードをしましょう。ちなみに値動きがあるのは深夜2時頃までです。それ以降は落ち着いた相場となっています。ニューヨーク時間でトレードする上で気をつけてほしいことがあります。オプションカットです。時間は午前0時、サマータイムでは23時です。オプションとは為替の先物取引のことで、オプションカットは為替先物の値段が決まる時刻です。オプションカットが近づくと先物で利益を出したい人たちが激しく売買します。値動きが激しくなるので注意しましょう。経済指標や要人発言にも注意しましょう。米ドルは世界の基軸通貨であり、アメリカの経済指標や要人発言は為替相場に大きな影響を与えるからです。毎月第1金曜日に発表される雇用統計で相場が大きく動くことは有名ですね。皆さんそれぞれトレードできる時間は違うと思います。サラリーマンなら帰宅後のニューヨーク時間、主婦なら家事の合間にロンドン時間で勝負しているといった方もいるでしょうね。それぞれの時間帯の値動きの特徴を知って勝率アップにつなげましょう。自分がトレードをしている時間帯の解説を繰り返し見てください。またあなたがトレードしていて気づいた値動きのパターンがあればぜひコメント欄で共有しましょう。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上のフロー収入を得る手法、期間限定で公開中です。興味のある方は概要欄の下にあるリンクからメルマガ登録して無料講義動画を受け取ってください。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も利益を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。ここには書いてありませんが、週に1回 LINE 登録者限定のライブ配信も実施しており、皆さんで盛り上がっています。 FX で稼ぎたいという方や AI 搭載システムに興味を持っている方、カズキってどんな人なのなどなど何でも構いませんので、リアルタイムで僕に質問をぶつけてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄のアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。